して今日迎えた2戦目です。さあ今日のゲームを振り返ってみたいと思います。先発ピッチャー武田翔太、今シーズンにかける期待が大きい選手。西岡剛、まあ、トップバッターでツーベース、はい、粘られてね、あのフルカウントから甘いストレートを打たれましたけどね、はい、まあ、ここからがね武田投手のいいところなんですよね。ランナーを出しても点をやらないと、いい面もがもう出てましたよね今日はね、はい、一方タイガースは能見です。今日トップに起用された左の能見に対しての西田哲郎、鮮やかなツーベース、スリーボールからですからね、はい、いいアピールできてましたよね今日はね。特に 1,2 番西田川島選手ですね、はい、そして満塁になってこのマッチ松田狙いすました一発。まあオープン戦とはいえね、まあお客さんも大喜びの、ね、本当ですよね。早くも初回からグランドスラム、そしてすかさず2回にはツーアウトからランナー二塁三塁、そしてその中村晃のセンター前に2点打。まあツーアウトからのね得点ですよね、はい、ホークスらしいいやらしい攻めでしたね、はい、そしてこれ3回坂本今日先発マスク、ホームランテラスへのホームランです。そして4回です。武田のピッチングをご覧いただいています。中谷セカンドゴロ、原は原口空振り三振、そして俊介がこのようにピッチャーゴロということで、まあ、この辺りはね、本当に余裕もありましたよね、はい、ピッチングの中でね、さあそして注目のこの田中誠義2年目出てきました2番手、まあ、これちょっとピンチだったんですけれども糸原をセンターフライ2アウト満塁から、そして5回です。こちらはタイガースの注目ルーキードラフトに高橋遥人、代打黒瀬をショートゴロ、これ2アウト2塁3塁とピンチだったんですか、非常にいい投げっぷりでしたよね、はいはいはい、6回2イニング目の田中正義、ノーアウト1塁2塁からまず俊介見逃し三振、そして当たってロンアタ、これがナイスボール空振り三振、もうここからはね、まあ、開き直りもあったんでしょうけどね、はい、非常にいいボール投げてましたよね。そうですね、プロ初登板でも言っていいこの田中正義だったんですが2イニング投じました。そして8回ホークス3番手森唯斗、原口がサードゴロ、そして俊介ピッチャーゴロ、そして尾形はこれファーストゴロというところで三者凡退に抑えました。さすがの森唯斗。9回です。モイネロがマウンドで上がりました。これが見事に糸原タイムリーツーベース、そして中谷、これが大きな左中間突破、これまたタイムリーツーベース、一気に6対4 2点差まで詰め寄りましたタイガース。しかし最後はファーストのファールフライに原口が倒れてゲッテッド。今日も6対4でホークスがタイガースを破りました。